こんばんはですね。こんにちは。さっきでした。じゃあまた。あれ、さっきぶり。さっきぶり。どうも。どうも。ご飯は？用意できたよ。できた？うん。何作ったの？あれ、ゆりかも食べるよね。うん、一緒に食べよう。今日はおうちご飯、うん、おうちご飯。ちょっと下は私は、うん、日々野菜が足りてないからサラダ、うん、切っただけのサラダと、うん、あ、えらい。豚肉、うん、豆苗。あ、いいね。お肉。あと、うん、お味噌汁、以上って感じ。あ、バランスちゃんと取れてる。安心した。ちゃんと生きてるよ。うん。ちょっと寒くなって、タートルネック？なんていうの？タートルネック。私、暑くてさ、うん、ちょっと待って。あ、ほんと？なんか夜になると結構寒くなるよね。寒いね。うん、なんかこの家でもすごいさ昼、うん、なんかなんだろう、こもるんだよね。うん、なんか料理してたからかな。でもうん、ご飯作ったからじゃない、うん、何作ったの？私あのね、スープは一から作ったんだけど、うん、野菜刻んで、うん、人参とか、うん、なんかちょっとあまり全部見せられないけど笑ってる。さつまいもをね、スープに入れるのハマってて最近。へえー、美味しそう。美味しいし、お腹たまるし、うん、ちなみに味は豆乳、うん、トマト。うん、へえー、今日は美味しそう。私もお肉食べてるよ。スープに入れたの？じゃなくて切っただけ。あ、切っただけ。そう。あ、美味しそう。じゃあ食べますか。うん、いただきます。いただきます。変なのね。でもなんかこうやって結構友達と夜テレビ電話とか出る、うんうん、そのぐらいしかすることないから。最近はね、比較的、うんうん、ね、それ美味しそうなんだけど。美味しい。結構いい感じにできた。なんか家にしめじが残ってたから使わなきゃと思ってサラダに入れたんだけど、うんうん、なんかそれが結構いい感じになった。いい感じ？放り込んだ？うん、放り込んだんだけど、いいアクセントだった。なんかなかなか使わない食材とか残っちゃったら困るよね。うん、でもやっぱ一人暮らしとかさ、うん、まあ家族と住んでても料理する人はそうかもしれないけどさ、うん、なんか料理してると学ぶっていうか、うん、なんだ、上手になるよね。あ、やっぱ冷蔵庫のさ、ものさ、うん、なんかあ、これ使わなきゃみたいなので料理できるようになる。うん、うん、確かに。私もなんか一人暮らし始めてから、うん、結構自分で作る時間の方が多くなって、うん、あと野菜も取らなくなるよね、ね、それこそね。そうなの、ね、野菜とか果物とか本当意識しないと一人じゃ、うん、全然、うん、取らない。最近でもフルーツもよく買うかも。本当？うん。フルーツは何が好き？一番今すっごい発作にハマってて、うん、なんで発作？発作だよね、あのなんかオレンジ、あれ発作かな、なんだろう、フルーツじゃないよね、なんか見た感じだよね、形としては、うん、オレンジ、わかんない、うん、何買ってるかわかんない、自分が発作じゃないの。多分発作を、うん、買うのにハマってて、結構2日に1回ぐらい発作食べてる。あとキウイ。あ、キウイ私も食べるよ。うん、うん、うん。今時期なのかな、すっごい甘いんだよね。ゴールドキウイ？
うん、ゴールデンキウイ。ゴールデンキウイか。ね、それはすごい甘いよ。普通の緑色だったら、うん、まだ甘くないかも。酸っぱい。ああ、そうなんだ。でも私もゴールデンキウイだ、食べてるの。ゴールデンね。なんか一人でご飯食べるよりかは寂しくないね。うん。さ、この今の状態の自分を、うんうん、第三者の目で見たらすっごい変じゃない？目の前に携帯置いてさ、なんかこと会話して食べてる。うん。うん、ん不思議な感じ。ね。みんな一緒にご飯食べて。うん、うん。ちょっと質問とかにもさ、答えていけたらいいよね。うん。何かあったら一緒に答えよう。じゃないと私たちがただご飯食べてるのを実況するっていう。ね。あんまり必要ないけど、でもやってみたっていうね。暑い。そんなに？うん。なんかでも床暖つけてたからかもしれない。もう切ったんだけど。代謝がいいのかもしれないね。うん。多分。あと、あったかいものずっと飲んでる、あったかいお茶とか、楽しいかも。あったかいお茶常に飲んでると、やっぱ体にいいっていうしね、冷たいのよりか。うん。あったかいものの方が好き。あら。なんかテレビとかつけたりしないの？なんか一人でいるときとか。ついてるよ、でも音消してる。あ、全然見ない。うん、見ないけど、テレビだけつけてるの？そう、うん、なんかでニュースとかになると、うん、音つけてみたりするけど、うん、ちょっと敏感になるよね。そう、あんまりテレビそんなに見ない。だそれで、うん、それこそずっとテレビつけっぱなしで、うんうん、夜寝ようかなって思った時にギルティが始まったの。先週、うん、で、あ、これだと思って見たの。たまたま偶然見れたの。うん、見えた？そう。ちょっと待って。なんか不思議な感じ。友達がなんか見てるのは。恥ずかしいよね、きっと。恥ずかしくてあんまり聞きたくない。超かわいいやで、でも大好き。リカの役がもう最高。うん、ありがとう。見てる人と語りたい。本当？なんかあるかな、コメントね、見てみよう。なんだ、うまそうなもの食べてるって。美味しいよね。うん、美味しい。自分で作ったもん。自画自賛。何けだもの、思い出は？思い出、うん、でもさ、シーズン1の時は、うん、結構アンナと一緒にいたりとかもしてたけど、シーズン2になってからもうあなたがメキシコに行くから。そうだった、そうだね、シーズン2、うん、シーズン2ほぼ合ってないよね、うん、ほぼ合ってない、もう別行動だったじゃん、仕事とか。そう、あ、バスで会ったよね。え、でも本当にそのぐらいじゃない、仕事だったの、あの時。本当に久しぶりだった。あれだよね、スイーツパラダイスのところでね。うん。そう、あれが、あれがシーズン2だっけ？あれシーズン2だよ。あ、そっか。あ、そっか、そうだよね。だってクミが、うんうん、あのなんかお手紙、何さんだっけ、なんとかさんの、うん、あ、もうアウト。あ、やばい。で、なんとか大学に行くか悩んでてみたいな。あ、そうそう、大学の進路の話なって、うん、なんだ、そこだけだよ、シーズン2あったの。私ほとんど、うん、カイ君とタツキと、そうだよね、ずっと一緒で、うん、なんなら今日君も千早も会ってない。あ、そっか。うん。孤立してるよ。うん、そうだった。シーズン1は、うん、
なんか撮影場所遠かったねくらいしか覚えてない今のところ。確かに、なんか一回帰れなかった日が一日あったんだよね。あった。大雨でさ、すごい超懐かしい。台風でさ、記憶力いいね。うん。でさ、あった。二人一部屋になったじゃん。うん。アンナと同じ部屋になって。うん。でもその時あんまりさ、すごい、うん、なんだろう、しっかり今みたいに会話できる感じじゃなかったじゃん。だからあの時初めて喋ったぐらいの感じじゃない。初めて喋ったやつだけど、でもちゃんと深く喋ったの初めてだったよね。うん。台風のきっかけがあって。うん、よかった。あの傘1本でね頑張ったね。あれすごい覚えて、今思い出した。あの時に初めて、うん、すごいご飯食べ、喋りながら喋ってる。だってそういうビデオだもん今。かであの時に初めて、うん、なんかゆりかの本音が聞けて、うん、なんかそれまで本当にどんな人か分かんなかったから、なんかしかもさ超壁作るじゃん、うん、ゆりか。だからもうなんか、うん、あ、まあ、やっぱ女優さんだしなぐらいに思って、うん、私もなんか別に、うん、なんだろう、うん、別にマイナスじゃないけど、うん、なんか別にまあ本当にそのドラマ一本終わって、うん、共演して終わる感じの、うん、ここだと思ってて、別になんか考えてもなかったけど、うん、そんなこと。ああ、なんかあれだね、距離感みたいなの。うん。あ、この先行けないなとか。そう。え、絶対この先行かせてくれないタイプだと思ったの。ね、言葉の表現。行かせてくれないタイプだと思ったから。うん、え、何飲んでんの？え、お茶。あ、お茶か。うん、ただのお茶かと思った。あ、違う、普通にあったかいお茶。そっか、飲ま、飲んだりとかしない、お家で。あ、でもね、飲む飲むよね、今日は飲まないんだ、うん、もう暑いから。なんでこんな暑いんだろう、私なんで一人だけサウナみたいな感じ。いや、本当に、しかもそんなゆりかみたいにあったかい服も着てないのに、うん、結構涼しめなので私のうちさ、すごい冷え込むんだよね。多分 そのせいだよ。うちのすごく暖かくなっちゃ う。家の構造とかもあるのかな。かな、多分。朝起きてさ、すぐ足が冷えるの。もう今もすごい冷たい。床暖羨ましい。だから。ここね、床暖ついてる、うん、ラッキーなことに。うん、じゃあ次探すとき床暖付きのお家にしよう。あ、でも本当に床暖超大好きで、うん、床暖ついてるお家だって、うん、暖房とかあんまりつけないで、あ、だけ生活してる。いいね、乾燥もしないしね、うん、そう、なんか上寒いのは羽織って、うん、多少、うん、したら床に座ってたら下あったかいから。確かに、うん、いいじゃん、一石二鳥だね、うん、何が一石二鳥なの。なんだろう、なんかあったかくてあんなくて、いや、安い、あ、暖房つけな い、ね、ない、節約にもなる、うん、質問見よう。そうだね、結構やってベラベラ喋っちゃう、本当に、うん、マイブーム、マイブームなんですか、なんだろう。え、どこ見てる？コメント見てる？それともハテナマークのところ見てる？何ハテナマークって。なんかさ、うん、この右下のところのコメントするのところの隣にハテナがあるんだけど、うん、そこを押すとね、うん、見れるの、ちゃんと。ゆりかにしか見えてないかも、しかして。あの、主？主？っていう名前。もう一人見えろ。え、始まった人？なんて言えばいいの。これを主催してる人。そう、主催者。主催者ね。主催者にしか見えてないかも。ちょっとじゃあ見てみる。果物は何が好きですか、二人は。
何好き？あ、さっき言わなかった？言った。キュウリ？発作か。何でも好きでも、果物、うん、あ、でもあれあんまり好きじゃない。なんだっけ、ドラゴンフルーツ？うん、なんかそういう系、パッションフルーツとか、なんか味がなんか微妙なやつ。うん、ん、ドラゴンフルーツってさ、なんか白でさ、黒いブツブツのやつ、うん、そう、なんか見栄えがあんまり良くないやつ、ね、私もあれ苦手、味ないし、うん、あんまり美味しくないね。うん、じゃあ2人で行きたいところ。2人で、うん、か、なんだろう、どういうところ行きたい？寒いところ、暖かいところとか。でも今はちょっと、今暑いから北欧とか寒いところかな。うん、あ、でも北欧とか行きたい。うん、子供の頃っていうか、若い、うん、学生の時からずっとフィンランドに行ってみたいって思ってる、うん、オーロラとか見れるところかな、かな。なんかあの、なんて映画だっけな、うん、なんだっけな、なんか映画フィンランドで撮った映画があるのよ、ざっくりもう一個ケンタルから調べてみるなんて名前だったっけな。え、いいな、もう一個携帯あるの。いいでしょ。これすぐ調べられる。何それ、もう一個はビジネス用なの？あ、メキシコの携帯で、だから今本当は、そう、日本だから Wi-Fi がないと使えないんだけど、うん、でも今うちにいるから Wi-Fi で使えるっていう。うん、あ、いいね。検索とかできる。うん、待って、フィンランドじゃなかったかな。あ、映画のタイトル思い出した。でも、カモメ食堂、カモメ食堂。あ、なんか聞いたことあるかも。でもフィンランドじゃないかもしれない、もしかしたら。カモメ食堂、あってるあってる、フィンランド本当。カモメ食堂って、片桐かりさんと、うん、小林さとみさん、うん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 、フィンランドで撮った日本邦画ってこと？そう、ほんと、あの、日本映画なんだけど、うん、すごい、いいな。向こうで、まあ、なんか食堂屋さんをやるみたいな、ちょっとざっくり言うと、うん、映画なんだけど、その雰囲気とかがすごい好きで、うん、なんかフィンランドの雑貨とかも可愛いなと思って、うん、いいね、行ってみたいなって。向こうでしか買えないものとか、うん、いいね。私もでもオーロラ見たいんだよね結構過酷らしいけど耐えられる耐えられない気がするすぐ心折れそう確かに弱いからね、なんかダメそうもう無理とか言いそうだね、うん、じゃあ分かった、私が行ってビデオ撮ってくるねってなりそう頼もしいねでもなんか勝手なイメージだけど、うん、フランスとか似合いそう、ゆりか。フランス？うん、だからゆりかって行くってフランスかな。そう、うん、それは初めて言われた。そう、なんて言われるの？何も言われない確かに、どこの国っぽいよねってあんまり言われないよね私も言われたことないあー、暑い暑いね。なんかこの前もさ、暑くなかった？一緒に行った、あのカラオケに一緒に行った時とかさなんかあの日すっごい寒かったのに、あの部屋めっちゃ暑かったよね、うん、なんか結果壊れてたんだっけ、何もつけられなかったんだよね。うん、部屋に暖房のスイッチが、暖冷房、冷暖房のスイッチがなかったんだよねなんか暑い思い出しかないね、じゃあ。うん、いつも暑い。でも鼻毛は寒かったよね。うん、寒かった。あれ、最初暑かったっけ。でも最初暑かった適当じゃん季節的なものはちょっとすぐ忘れちゃう、うん、でもなんか、まあね、室内だからあんま暑とか寒とかなかったかもね、うん、適温。うん、外のシーンとかあったっけ。
外のシーン？うん。外。なんかゆりかはあるイメージ。なんか保育園行ったりとか、あれ保育園、あ、外ロケとかってことか。うんうん。うん、保育園とかね、行ったね。可愛いよ、やっぱり子供。なんかすごい癒される。なんかさ、鼻毛が入り始めた時とか、うん、やったことない役だったからさ、うん、結構なんか大丈夫かなっていう不安の方が大きくて、正直すごい難しかったし、うん、なんか他の子の方がすごい合ってるとか思っちゃったりとかして、自信をなくした時期があった。そうなの、本音っていうことだよね、うん、そういうのをなんか大雨の日に1日帰れなかった時に2人で話したんだよね、うんうん、あ、そう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 。なんか いやその時はね、まあでもそうね、ざっくり、うん、ざっくりそんな話をした、そんな感じだね。あんまり深々とここでは話せない、うん、そう、ここであんまり言えない話。そう、うん、でも私ゆりかに初めて会った時のこと結構覚えてるかも、鮮明に。こんなに、うん、あの顔合わせの、うん、時で、うん、顔合わせっていうか、あれ何だったかな、衣装合わせかな、うん、あ、ポスター撮り、一番最初にさ、え、でも顔合わせより前にポスター撮りすることある？初対面の時ってことかな。そうで、確か、うん、確か、うん、千早がいて、うん、多分みんなポスター撮りだったんだよね、あの日、うん、で、多分順番に入ってって、うん、私の前か後がゆりかで、うんうん、すっごい狭い部屋に二人っきりになって、よかったね。なんかもう、気持ちいいよね。何この雰囲気みたいな。でもなんかここ待機場所って言われてるし、うん、別に 出るのも変だしみたいなので、なんか、あ、うん、いや、まんなですみたいな感じで、なんかすっごいあっさり会話したの覚えてる。何？え、なんかその時に、うん、ゆりかが、うん、ハーフっていうのを聞いて、うん、ハーフなんだって、どこのですか、うん、みたいな、で、うん、台湾だよね、うん、え、そう、違う、そうだよね、そうだよ、うん、台湾ですって、あ、そう、へー、うん、そうなんだ、うん、って終わったの覚えてる。なんか無言って気まずいよね、うん、最初頑張ってさ話そうとするけどさ、うん、その後会話続かないのが一番そう困るっていうか、そうなの、うん、本当に続かなくてその時。でも結構ある。あるよね、あるある。なんかもう顔合わせとかって大体そうなるよね、うん、最初、うん、なんかもうそこですぐ心折れる。わ、うん、かる。早くこの現場終われっていつも思う、私。ほんと申し訳ないけど全作品を持ってる。いいね、すごい正直。うん、でもいつも最後には、あ、まあ、うん、もうまだ終わりたくないと思って終わる。もう大体そんな感じだよね、うん、大体作品終わり、例えば3ヶ月撮影だったら、うん、3ヶ月待ったのに最後の2週間ぐらいで仲良くなるじゃん、うん、だから本当にそう思う、うん、で、まあ、最初の1ヶ月終わったぐらいで別に気まずいとかは全くないけど、うん、まあ普通の距離感でして、うんうん、そっから1ヶ月半ぐらい過ごして最後の2週間で急に仲良くなって、うん、なんか、あ、終わりたくないみたいな、みんな大好きみたいになる。極端。急に距離感近くなるよね。でもさ、やっぱりこういうドラマを撮ってるとさ、うん、1ヶ月、あ、でも大体なんか何ヶ月も一緒にいるけど、その、うん、海外と比べたら短いでしょ、メキシコとか、ね、一つの作品でどれくらい期間取るの？私がやってたドラマは、うん、私がね、私が一番短くて半年、うん、あ、半年でもさ、こっちからしたらすごい、うん、大きいスパンだよね、うん、しかも一番短くてだからね、すごいよね、うん、なんかそういう風にやったらもっとなんか、なんだろう、
いい作品できるっていうかさ、うん、なんか思い出深い作品になりそう。そうね。パンパンパンってやるからね。うん、そう。それこそ私がメキシコでやってたやつは学園ドラマだったんだけど、うん、なんかみんなが結構お芝居初めてみたいな子たちが集まってて、うんうん、だからなんかなんていうんだっけ、あのなんか実習期間みたいなのがあって、あ、なんかキャンプとかってこと？何それ？いやなんかね、キャンプっていうか、じゃなんかクラス期間みたいな、なんか、うん、みんなお芝居の、じゃお芝居のレッスンとか、うん、ダンスのレッスンとか、うん、なんかわかんない、みんなでどっか旅行行ったりとか、うん、そういうコースの時期みたいなのがあって。それを含めるしっかり取るってこと？うん、多分、うん、なんかみんなでなんかそのメディテーションなんていうの、こうなんか瞑想とかしたりとか、うん、なんか一つの宗教じゃないけど、でもなんかそういう感じ、なんか団体みたいな、うん、そう、サークルみたいな、なんていうんだろうな、すごいね。でもそれが終わってから作品に入るってことでしょ、うん、そう、みんなはそうだったみたい。すごいね。それ含めると1年、チーズ、アボカドとチーズをさ、生ハム？そう、美味しい、これ美味しそう、簡単にできるから美味しい。なんか結局さ、簡単で美味しいが一番いいよね。うん、手の込んだものももちろん美味しいけどさ、うん、簡単に勝るものはないよね。あの、ん？あの、切れそう。充電？うん、でもあと20くらい。じゃあエリカのがブツってなるまでいく？そろそろだね。そうだね。結構でも懐かしい話とかできた。うん、嬉しい。あとなんか質問でね、最後にサラサラって答えて終わりにしようか。うん、第一印象は言ったもんね。あ、うん、私の第一印象は言ってない、あんまの。あ、聞いてない。何、気になる。聞いたことない、今まで。本当？うん。私は、あの、作品で会う前から知ってたから、うん、ずっと見てたが、言ったじゃん、何回も。で、この間聞いたばっかり。一番下手な、リアクション。これまでにない大根役者。言われた。そう、テレビでずっと見てたから、うん、なんかイメージとかそのまんまだった、うん、その、ほんと？うん、それになんかあのメンバーとか、うん、なんかアンナが一番目立ってた。嬉しい。まあ多分私を知っちゃったから、うん、うん、みんな見ても私に目がいっちゃうってことだよね、うん、多分そうだと思う。間違いなく番組さ、あ、いる、いた、いた、いたって、うん、うん、探すようになる。嬉しい。なんかでもハーフっぽいじゃん、だから同じなんか親近感を湧いたんだよね、初めて会った時。でも何っぽい、ね、何っぽい、なんかハーフっぽいじゃん、うん、うん、でも違うんでしょ？違う。それを初対面の時にゆりかに聞かれたの。うん。ハーフですかって、そう。うん。で、違いますよ、ハーフですかって、うん、そうです、うん、っていうのが最初の会話。もうみんなこういう会話するよね、大体。そう。同じような会話する。じゃあ、二人の馴れ初めはもう終わったので。他のコメント見てみよう。うん。うんとね、寝るときは靴下派ですか、素足派？素足派って読むの？うん、素足派かなと思う。どっちですか？裸足かな、どっちだ。裸足？わかんない、うん。なんだかんだ言って履いてる靴下。あ、そうなんだ。ってさ、そう。それを聞いてからやめ、なんか、うん、はい、寝るまで履いてても寝るとき脱いじゃう、うん、あっていうのが質問でした。以上です。
あと一個だけ言って終わりにする？オッケー。嫌いな食べ物。人参。人参嫌いなの？うん、嫌い。体にいいのに。まあ、たまに無理して食べる。ああ。人参しりしりは好きなの、でも。人参しりしりってなんかちょっと酸っぱい、甘酸っぱいやつ？なんか、いや、沖縄料理で、人参と、うん、を、なんかごま油、あ、なんていうの？人参の千切りをごま油とか、うん、まあ、場合によっては卵とか入れて炒めたやつなんだけど、うん、それはすごい美味しくて、そう、そういうのは食べれるから、うん、なんかたまに、あ、人参また全然食べてないやって思ったら、人参しりしり作って食べる、そう。自分で作るの？うん、自分で作る。あ、すごい。私嫌いなのはね、イクラ？え、なんで？なんか魚臭い？なんだろう、魚じゃないけどね、一応味がね、ダメなのかもしれない、うん、まあでもそう、なんか結構塩臭いのかな、海、磯臭い、うん、うん。でもお寿司は大好きなんだけどね。他のお寿司ってことでしょ、他のネタ。他のお寿司はもうほとんど好き。あ、私それで言ったらエビ苦手。エビは甲殻類？うん、うん、カニは大好き。エビなんで嫌いなの？見た目？見た目は、まあ、もう理由の1個かな。見た目から嫌いになることも多いよね。え、そう？うん、私ナスとかダメだったもん。へえ、見た目で？ナスが？見た目で、色とか、なんか中とか、焼いた後とか、ダメだった。考えたことない。こんな感じかな。うん、ね、だね。うん。ね、ちょっと個人的に電話したいんだけど。あ、いいよ。今この肩回しにハマってる。何？ストレッチ？うん。なんかないの？うん、おすすめのストレッチとか。私壁に、ちょうど壁ある。うん、壁に手ついて、うん、体を、うん、向こう向くじゃん、全部。うん、で、こっちだけひねる。上半身だけ。ね、そのアングル面白いんですけど。あとでまた詳しく教えて。じゃあまたビデオ通話しよう。手振ってるね。あ、普通のビデオ通話しよう。うん、しよう。かけて。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。プッシュタイムする？ああ。ピースフリーズする。フリーズするだけなんだけど、これもう古いよ。いや、ま、鼻毛だ。すごい懐かしいね。はい。いいんじゃないではないか。はい。こんな感じで。うん。またね。ありがとう。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。おやすみ。おやすみ。